中級者用スピナー、そんなもんでしょう。じゃあ行きましょう。レディゴー、ワンツージャンゴー。は？あ、いいのか、こっちいいのか。レッツゴー、ワンツージャンゴー。ああ、嘘。ここは調整入れて、ここら辺は緩いですね。ゆるゆるですね。違う、ここも三段ジャンプやん。1、2、3段ジャンプ。OK、スピン。スピン。じゃなくても大丈夫。えやっほ !1、2、3、ガリア。3段ジャンプ、あぶねー。ベレットコンベアから難しいよね、急に変わると。投げて、右に走るのね。スピンだね、最初ね。はい、 OK。 あのね、ちょっと違うアドレナリンマックスなんだよね。あの難しいところが簡単になってたり、割と簡単だったところが難しくなってたり、微妙に改変されてるアドレナリンマックス。といってもちょっと記憶があんまりないから、あれ？ここ、こうだったっけ？みたいなやつ結構あるんだけど。やばいやばい。わあ！一回クリアしたやつでもやっぱ、そう簡単にはクリアさせてもらえないよな。そういうレベルのスピランだもんね、これはね。そもそも。ほっ。あれ、マジか。オッケー。あー、やらかした。さあ行きましょう。こっからも油断できないんでね。ほっ、よし。ここら辺がね、あの三段ジャンプしなくても大丈夫なようにはなってるんですよね。ここもね、あのこんな感じで行っても全然大丈夫で、ここも全然大丈夫になってる。三段ジャンプのあのトゲがなくなってんだよ。あぶねえ、あぶねえ。さあ参りましょう。いけるかなあ。ぶねえ。空中ので1個ゲットできれば投げて終了。 OK です。俺あの3段ジャンプ俺はしてなかったけど、2段でスピンジャンプやってましたけど、 P ジャンが苦手なんですよ。そこがねすごい詰まるんだよね、いつも。でね、見つけた。多分当時も見つけてたと思うんだけど、忘れてたね、コマンドを見つけたわ。あの、P じゃん苦手な人いると思うんですよ。多分ね、Y ボタンと B ボタン同時に親指で押してる方多いと思うんですけど、B 押さないようにすると結構できます。個人的には。これが参考になればいいんですけどね。逆に先入観植え付けちゃって、ダメなパターンもあると思うんで、あの、自分のスタイルが合うかもしれない方がいると思うんで、一応お伝えしときますね。あの、親指で YB 両方押してる方は多いはずなんで、Y だけ押してます。で、あの、R ボタン、右手の中指とか左手の人差し指とかで俺は R とか L 押すんですけど、B を離した、右手で、B を離した Y だけを押してる状態で R とか L を押すと結構できるようになりました、自分は。その感覚を思い出しました。参考になる方がいたらね、嬉しいですね。はい。はい、続きましてはこちら。楽しいお手軽な30秒スピラン。鬼畜隊ポポ。鬼畜隊とかあるんだね。なんか血豆隊みたいな。あ、ちょっと早かった？血豆隊ってすごいよな。リゼもよくそんな名前つけたよな。血豆隊って。本人たちちょっと嫌がってたもんね。あー！ 3 回目のトライ。先は見えてきたね。
結構急いでいかないとダメなんだよね。 OK ジャンプしてファイッといって、はい、あーそういうことを、できることをやってみましょう。なるほどね、こうなってたのね。ジャンプしてジャンプして投げて、あと7秒。ずっと P 状態だな。お、これすげえ。おー、すげえ。おー、気持ちいいね、これ。まあ、完全に裏話なんだけど、スピランコースやると、動画の最後のエンドって言われるやつの個数がね、どんどん増えてくんだよね。だいたいスピランで俺作ってるからさ。で、それを、エンドを作ると、皆さんからいただいたイラストを紹介する機会もあって、だから毎週1本くらいはね、まあ調子こう伸びなくても2週に1遍くらいの頻度でできればね、スピランは出していきたいんですよね。 OK、 まあ完全な裏話なんですけどね。普段は動画のコメント欄にある ID やらないんですけど、ちょうどスピランのコースを探してて、そしたらたまたまコメント欄にあったんで、まあ全部コメント連打するとスパムって言って、スパムの方のコメント、コメント分類されるんだよね。普通にコメント欄、みんなが見てるコメント欄と、コメントとか連打するとスパムって方に行っちゃうんだよね。で、スパムの方に全部来てるんだけど、たまたまそれ見つけて、スパムのところで、今それか、それをこれからやろうと思います。40秒スピランか。これ上行くんだよね。あ、ピンポイントで取れるようになってるんだ。で、ここにちょうど降りてくるようになってんだ。すげえ。あ、間違えた。落ち着いて入りましょう。右だったよね。オッケー。あ、ここは、嘘。入れないパターンもあるんだ。さあ、だいぶロスりましたが。しまった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 よいしょ、生き残ってきたぜ、這い上がってきたぜ。おっと、大事に行きましょう。で、あ、入れるのか。残り13秒、結構怪しいかな。なるほどね、普通に走っても取れるのか。被るんじゃなくてキノコ取らせるのか。珍しいパターンですね。三段ジャンプとかしなくていいやつなのね。くー、しまった。いやー難しい、いいスピランスよね。クリアしたらもう出てたのかな。あれ、あ、そういえば俺見なかったな。多分クリアして出てるっぽいよね、もうね。残念、一人目のクリア者になりたかった。ほっほっ、よし。キノコしっかり叩いとかないと、これ大変、大変なことになりますね。さあ行くぞ。急いで、ここは普通にキノコ取るじゃん。ちょっとジャンプした方が、あ、でもどっちにしても上に当たんのか。さあ来ましたね、残り9秒でクリボーエリア。もう同じミスはしねえぞ。よし、オッケー。なめ猫。30秒ランニャーをにゃめんなよ。スピードラン。次の3段ジャンプ結構難しいぞ。オッケー。スピン。なんとかなってるけど、だいぶ戸惑いながらだけど、これ時間ギリギリだ。本当にギリギリらしい。これいって、今の。さあ急げ急げ、結構これも P も時間ギリだったぞ。あ、さっきより早い。4秒、さっきより早いですね。2秒ほど。いけるいける。と。
よっしゃいー。じゃあこれ行ってみますか。ウォールキックスピランだってさ。壁キック。でも、ショートって書いてあるけど、60秒でしょ。めちゃめちゃ難しい。何これ。OK、持てたね。で、こうして、これで倒せたかな。あ、倒せてますね。よし。おっと、おっとっとっと。さあ、さっきより14秒くらい早いぞ。これでどうだろう。スターないけど。途中でゲットできそうだったよね。取る必要があるかどうかわかんないけど。ここで取れるかなって。まあ、取らないんだけどね。取らないけどね。さあ、さっきよりだいぶ早い。左行ってみます。うわーい！オッケー。最初のね、甲羅のやつがすごい難しかった。鍵いっぱい引き連れていったな。じゃあ今回はこれで終わりましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をお済みでない方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた別の動画でお会いしましょう。アディオス、アミーゴー。